こんにちは、こんにちは。前回はこの鬼畜ピラミッドをクリアいたしました。あ、止まった。今も MP が空っぽなんで、トンズラつけよう。敵と会うのは困る。さて、長老の木を。あ、飛竜の声だ。飛竜。あ、もしかしてレナ復帰？来い来い来い、来たー。ごめんよレナ。ピラミッド行く前はね、レベル差開くの嫌だからあんまり戦いたくないなとか言ってたんだけど、もうそうも言ってられず、ガンガンアビリティポイント稼いじゃった。レナしっかりしろ。この体はもらった。何？池メリメリュジーヌ。千年の間、次元の狭間に封じられし魔物よ。わあ、 X デス来た。 X デス。なんだその遅いルパインアタックみたいな動き。ファファファ、次元の狭間の魔物はすべて私のしもべとなった。やるやんけ。こっちがピラミッドで時間取られてる間に。レナやめて。お姉ちゃん、仲間の手でゆっくり殺されるがいい。ファッファッファ。そこでいなくなっちゃうから爪が甘いって言われんだよね。ファッファッファ、お前たちの前にまずあの亀を始末してやろう。あの後家帰って亀にブチギレしたこと、なんか恥ずかしくなっちゃったんだろうね。相当根に持ってるよ亀。あ、やばい。これってあれじゃなかったっけ、大陸ごと飲み込まれちゃうんじゃなかった。レベル5ですのラーニングが終わってないんですが、しかも今ね、全員レベル30だからどうしようかなとか考えてたんだけどな。あー、そう、まだ使う敵いるかな。まあ別にレベル5ですなくてもいいけど。あ、戻ってきた。爪が甘くない。もうすぐ、もうすぐだ。この力が完全に私のものになり、世界は私にひざまずくのだ。なんかエクスデスってそういう感じしないけどね。ひざまずかれて嬉しいっていうタイプじゃないと思ってた。もうちょっと孤高の存在かなっていうね。ファッファッファ。やっぱりいなくなる。レナやめろ。あ、飛竜ちゃんがお尻の匂いをぐいぐい嗅がせて。レナ昏睡。飛竜の捨て身の攻撃、捨て身とか寄せよ。捨て身の攻撃。レナの体から魔物が分離した。今のはタイクーンの飛竜。今だ。え、戦うのかよ。やばい、 MP0 だし、呪いの指輪装備してるし。いや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 、これは俺はさ、前回も疲れ切って即セーブしたからいいけどさ、即セーブしたからいいけどさ、うわ、もうリセット。いや俺はさ、あの後すごい疲れちゃったからさ、すぐセーブして終わったけどさ、もうすぐ町帰れると思ってセーブしないでここ来ちゃった人、相当きつかったと思うよ。やり直しになったらね、超かわいそうじゃんね。うわ、シェル貼らないとダメだな。でも違う違う違う、時空のスロー。
うわ、早えな攻撃。バリアチェンジ、右から左へ。さて、ただ生き返らせないといけません。あ、バツ頑張れ、バツ頑張れ、これこれ使ってみたい。うわ、さっき撃たれた、最悪。またバリアチェンジ。やばい、ケアルラが使えないんだった。まずいな。よし、単体ブリザが回復される。あ、回復された。今なんだ弱点じゃ、火か。ちょっと待った、やばいな、ハイポーション、やばいやばい、危な、あー最悪。今自分が張ってるバリアでやってくるのかな。回復できるようにリフレックされてもだとしたら、タイミングによってはライブラいらないかもね。あれ、間違えた、バリアチェンジしたっけ、見てなかった。さて、多分リフレク貼る前に魔法唱えられちゃうから。来たね、単体か、単体ならいいか。よし、そしてバリアチェンジした、盗んでない。よし、ブリザガを今撃ってきたからパイが入りそうだけど盗み損なった。あれ、これって青魔法はどうなの。あ、それはまずい。あれ、治った、バリアチェンジしたから多分ブリザが入るだろう。うわ、入らねえ系だ、やばい、 HP 全部回復された。お、ナイスナイス、ザマー、ザマーが過ぎるが、ちょっと試してみます。あれ、もうリフレッシュ切れた、切れてないよね。よし、青魔法は通過すると。ヘイスがシェルをかけたいな。いや、今はもうあれだ、適当に打とう。その間にシェル貼ろう、ライブラやってる時間ねえや。お、入った、ラッキー。シェル、エクコメット、うわ、回復されんのやだな。ファイが撃ってきた、やばい、今、あれ、もうリフレク切れた、早いな、リフレク切れんの。ファイが単体は死ぬ。あ、生きた、シェル、ナイス。そしてそしてケアルが、よし、よし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 、いいよ。そして間に合うかな、間に合うかな。あ、誘惑かかってない、オッケー、ナイス。娘ダメー。今がライブラで1万稲妻に弱い。これラムーとかってどんぐらい入んだろう。この弱い時期に召喚師を全然使ってこなかったからさ、全然効かないね。革の靴、靴だけ履いてる、だいぶ変態さん。今ファイガが入る。あ、でもダメ、おし、ナイスナイス、いいタイミング。ライブラじゃない、リフレク切れんの早えな。神田が撃たれた、霊気に弱い、バリアチェンジ。アクティブバトルだからどんどんターンが経過してんのかな。
間に合うかな間に合うかな、よしよしよし、もうちょっとじゃん、もうぶ魔法やめよう、普通のあれでいこう、無属性でいこう。というかまたレナに経験値入んないじゃん。あ、全然入んないな。セーフ。危ない危ない危ない、やばいかなやばいかな、回復した方がいいかな。うわダメ、あカーバンクル撃てない、あれそろそろ死ぬはずなんだけど、どっか回復されたっけ一回。よし、うわーこんなにくれんのかよ、レナに分けてあげてよ。ジョブアップ、白魔法レベル6だから白魔法を全部使えるね、このアビリティでね。マスターした、もしかしてレナバッツ、私姉さんクルル、お城が私も闇に包まれて、分かってる、あまり喋るな。レナが加わった、うおーつらかった、おっとなぜ死んどる、忘れずにセーブしましょう。さてさて、時魔導士黒魔導士は100まで頑張りましょう。で白魔導士も多分これでマスターじゃないかな、マスターまでやっちゃおうかな。レナはナイトのマスター目指すか、エクスカリパーはクソ強えんだけど、あでもなんかあれだね、ギルガメッシュはあんまり強くなかったんだよね。さあ源氏の兜の効果が知りたい。で、源氏のコテの効果もわからないので試したいんだけど、回避が一個もないのでエルフのマントで、よし行きましょう。さあこの辺の雑魚敵はね、まだ一回も戦ったことがないんだよね。クリプル、やば、 HP 回復してねえんだった、浮いている、眠っている、あやば、ゴーレム張ればよかった、お死んだ、お癒しの杖を盗んだってよ、本当に、ちょっと待って絶対死ねないこれ、今の絶対レア枠でしょ。よしエクスカリパーの力、はい今ねレナでブラッドソードを試そうと思ったんだけど5回連続でミスってる、あ入った、あ与えたダメージ分吸収か、よし、やっと勝てた。というわけで、ナイトには何を装備させればいいのか。あ、ブラッドソードが一番強いんだ。あ、これ両手持ちできないのか。じゃあアイスブランドか。フレイムターン。属性がつくのはちょっと嫌だけどね。やばいやばい、逃げなきゃ、 MP ないんです、
え、逃げれない。危ねえ。危ねえ危ねえ。え、っていうか癒しの杖もらったよね、多分ね。やった、2本目ゲットした。さて、ギードいなくなっちゃったな。やばい、やばいやばい、最悪のとこ眠らされた。あ、いけた、よかった。ギードがいなくなっちゃって、ここはサーゲイト。私たちだけサーゲイトの城に戻ってきていたのです。あ、こいつが封印の書を読む役になったと。あ、封印城クーザー行ってみようかな。石板1個手に入れたんだけど、全部揃わないとダメかな。はい、呪いの装備は全部売りました。エクスカリパーも売っちゃった。あとはポーションとフェニックスの音コテージを買いましたね。ハイポーションもちょっと買わないとダメだな。10個。さてさて、どこに行けばよろしおすか。宿邸が流されたとあったから、そこに行けばいいのかな。ちょっと待って、話聞くか。風。次は風のダンジョンに石板があるとのこと。飛空艇はどこに行ったんだろう。飛空艇のマーク出ないな。あったあったあった。ほ、乗れる。お、イベントイベント。次元の狭間への入り口はタイクーン城が消えた場所。ふんふんふん。タイクーンの空が破けたみたいなことをなんか言ってた気がしなくもないことを思い出したんだけど、そういうことなのかな。タイクーンのとこに戻ってきたのもね。急ごう X ですが、無の力を手に入れる前に。だけどギードはまだ俺たちの力じゃ勝てないって。伝説の12の武器クーザーか。次の目的地はクーザーですね。あれ、勝手に動いた。お、どこだここ。かっこいいとこに来たな。無の力操ることはできぬのか。これならどうだ。うわー、良くないフラグが立っております。無の力よ、我にその姿を見せよ。世界を破滅させよ、その姿を見せてやれ。でかい。あ、こら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 、ウォルス。シバを取ってないとシバはもう取れないと。イストリー、イストリー、イストリーって何かあったっけ。街が無に吸い込まれていく。 X です、やめろ。モーグリの森かな。
うわ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 、ひどい。なんでこんなゆるキャラを捕まえたんだろう。あ、いやいやいや、最悪だろそれ。何してんだよ。うわ最悪なんだが。うわマッツ助けておくれ。ジュークボックス吸い込まれた。遥かなる故郷聞けなくなっちゃったよ。ああ。ひどい。バッツの故郷オリックスの村もこんなのって、怒っております。うわー、あ、錯乱したわ。すげえ、これで引く手壊れたらひどいけど。超怒ってる。バッツやめろ。故郷が吸い込まれたかんね。うわ、なんかこの上にいるの怖いんだけど。深淵を見下ろすとき、深淵もまた。一応これで世界は全部回れるようになったかねと。チョコボがいて、あ、そうそうそう、だから旧世界でさ、この山に囲まれてた塔とかが行けるようになってると。ここは普通の村で、これなんだっけ、飛竜の山かな。あとは三日月島の上に、いや三日月島のあたりに塔があって、あ、これだね。あれ、ここに秘密基地の入り口があったんだけど入れなくなっちゃったな。あとは、うわ、なんか陸がつながってる。はい、世界が一つになったことでイベントのフラグが立ったかどうかを確認したい。というわけで、まずリボンをなくした少女のフラグがどうなったかを見てみます。さあ、お、いきなし解決。お兄ちゃんたちがエクスデスと戦ってるのね。これ私の宝物なんだけどあげる。リボンをもらった。リボン見つけたの。やっぱり後ろの箱に入ってたんじゃないか。ここここ。ここに鍵のかかった家があった気がするけど。あ、行けるようになってる。なるほど、アイテムがあると。なんもないけど。あ、行けた。お、おじいちゃん、坊主よく来たな。ここまで来れたってことは勇気があるんだろうが、単なる強がりかもしれん。そんなことは自分自身で決めることだ。自分で勇気があると思うなら左の箱を、臆病と思うなら右の箱を持っていけ。どっちか一つじゃぞ。どっちから見て左だよこれ。しかももうどっちが左でどっちが右か覚えてないんだけど。で、実はね、これ箱の中身を知ってるんです。1個は逃げると
攻撃力が下がってく剣で、もう一個は逃げると攻撃力が上がってく剣で、逃げると攻撃力が上がる剣が欲しい。ほら、あたり、チキンナイフを手に入れた。お、ひょ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 、エクスデスさん、モンスターが裏切っておりますが、やった。チキンナイフ、あ、すでに一番強い。これが最強なのかな、もっと上がっていくのかな。まあ逃げれば分かる、ね、今81。帰るのめんどくさ。はい、ぐるっと回ってきました。確認できてないフラグは、バル城の地下、開かない扉ってのがあったけど、それはまだだったね。で、バル城の東にギルガメの洞窟があったんだけど、それがね、なくなっちゃってた。ほんで、その東、ビッグブリッジと、変な神殿、山に囲まれてた神殿がくっついて、その神殿には行けるようになってました。あとなんかあったかな、町の中全部は見て回ってないので確認し忘れのフラグもあるかと思いますが、とりあえずはクーザーに行ってみようと思います。